以内、1キロ以内にスーパーはありますか ?1 キロ以内にスーパーはありますか ?1 キロ以内にスーパーはありますか田舎、私は田舎の風景が大好きです。私は田舎の風景が大好きです。 私は田舎の風景が大好きです。祈る母は娘の手術が成功することを祈った母は娘の手術が成功することを祈った母は娘の 手術が成功することを祈った。母は娘の手術が成功することを祈った。嫌な天気。今日は嫌な天気だ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 

このイラストを買う人はいるのだろうかこのイラストを買う人はいるのだろうかこのイラストを買う人はいるのだろうかこのイラストを買うう人はいるのだろか。インフルエンザ子供がインンフルエンザにかかった。子供がインフルエンザにかかった。 子供がインフルエンザにかかった。子供がインフルエンザにかかった。植える。昨年この花を植えておきました。昨年この花を植えておきました。昨年この花を植えておきました。 昨年、この花を植えておきました。伺う。この問題について伺ってもいいですかこの問題について伺ってもいいですかこの問題について伺ってもいいですか伺う。 鈴木さん、この会社への道を伺ってもいいでしょうか鈴木さん、この会社への道を伺ってもいいでしょうか鈴木さん、この会社への道を伺ってもいいでしょうか鈴木さん、このの会社への道を伺ってもいいでしょうか。伺う。 では、明日の13時にそちらの事務所に伺います。では、明日の13時にそちらの事務所に伺います。では、明日の13時にそちらの事務所に伺います。受付。 このパーティーの受付はどこですかこのパーティーの受付はどこですかこのパーティーの受付はどこですか受ける。父から手紙を受け取った。父から手紙を受け取った。 父から手紙を受け取った。受ける。息子が私の投げたボールを受け入れるようになった。息子が私の投げたボールを受け入れるようになった。息子が私の 投げたボールを受けれるようになった。息子が私の投げたボールを受けれるようになった。受ける。私はテストを受けた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 

彼は嘘をつくことで有名だ。うち、うちの会社で働いてみないかうちの会社で働いてみないか うちの会社で働いてみないか打つ。バットの真ん中でボールを打つのは難しいよ。バットの真ん中でボールを打つのは難しいよ。バットの真ん中でボールを打つのは難しいよ。 バットの真ん中でボールを持つのは難しいよ。美しい。彼女はとても美しい人だ。彼女はとても美しい人だ。彼女はとても美しい人だ。人だ写す。写真を写した。 写真,を写,した写真を写した。写真を写した。写る。事務所を駅の近くに写しました。事務所を駅の近くに写しました。事務所を駅の近くに写しました。 事務所を駅の近くに移しました。彼は腕に怪我をした。彼は腕に怪我をした。彼は腕に怪我をした。彼彼はは腕に怪我をしたうまい彼はテニスがとてもうまい。彼はテニスがとてもうまい。 彼はテニスがとてもうまい。まいまいこの天ぷらはとてもうまい。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  この天ぷらはとてもうまい。裏、この写真の裏に何か書いてあるよ。この写真の裏に何か書いてあるよ。この写真の裏に何か書いてあるよ。売り場、 自転車売り場はこのエリアです。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 うるさい。隣の部屋がうるさいです。隣の部屋がうるさいです。隣の部屋が うるさいです。隣の部屋がうるさいです。うるさい。近所の人は彼女の服装についてうるさく言ってくる。近所の人は彼女の服装についてうるる。さくく言ってて。近所のの人は彼女の服装について うるさく、言ってくる。近所の人は彼女の服装についてうるさく言ってくる。うれしい。父に会えてうれしかったです。父に会えてうれしかったです。父に会えてうれしかったです。 運転、この車を運転してください。この車を運転してください。この車を運転してください。運転手、父はバスの運転手をしています。 父はバスの運転手をしています。運動。昨日は公園で運動した。昨日は公園で運動した。昨日は公園で運動した。 昨日は公園で運動した。エアコン,エアコン、エアコンが故障した。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 駅員、駅員にチケットを見せた。駅員にチケットを見せた。 駅員にチケットを見せた。駅員にチケットを見せた。駅前。駅前から出るバスに乗ってください。駅前から出るバスに乗ってください。駅前から出るバスに乗ってください。 駅前から出るバスに乗ってください。エスカレーター。生まれて初めてエスカレーターに乗った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 。枝。 火を起こすために森で枝を拾った。火を起こすために森で枝を拾った。火を起こすために森で枝を拾った。絵はがきホテルから絵はがきを送った。ホテルから ホテ,ホテルから絵はがきを送った。選ぶ。あなたの好きな花を選んでください。あなたの好きな花を選んでください。あなたの好きな花を選んでください。 あなたの好きな花を選んでください。遠慮。ここでタバコを吸うのはご遠慮願います。ここでタバコを吸うのはご遠慮願います。ここでタバコを吸うのはご遠慮願います。おいでになる。 社長がおいでになった。お祝い。あなたの誕生日のお祝いをしましょう。あなたの誕生日のお祝いをしましょう。あなたの誕生日の お祝いをしましょう。あなたの誕生日のお祝いをしましょう。オートバイ、オートバイで京都まで行った。オートバイで京都まで行った。オートバイで京都まで行った。オートバイで京で,バイで京都まで行った。おかげ、 病院の先生のおかげで病気が治った。病院の先生のおかげで病気が治った。病院の先生のおかげで病気が治った。病病院のの先生のおかげで病気が治った。おかしい。その話はとてもおかしかったので、 みんなで大笑いした。その話はとてもおかしかったので、みんなで大笑いした。その話はとてもおかしかったので、みんなで大笑いした。その話はとてもおかしかったので、みんなで大笑いした。おかしい。 その家はとてもおかしな形をしていた。その家はとてもおかしな形をしていた。その家はとてもおかしな形をしていた。その家はとててもおかししな形をしていた。奥。日本人はだいたい1億2000万人です。 日本人はだいたい1億2千万人です。日本人はだいたい1億2千万人です。日本人はだいたい1億2千万人です。最後まで見てくれてありがとうございます。これからも一緒に勉強してくれる人は、ぜひチャンネル登録してくださいね。では、また。